おはようございます、星野瑠璃です。2017年ビクトリアマイルの予想ということで、実績のある馬が普通に力を出し切れば固い決着で終わりますが、過去にも人気馬が暴走して荒れることが多いレースなだけに、今回も人気薄の馬の台頭に気をつけて予想していきたいと思います。まずは1週間前分析動画、データ分析動画のおさらいからしたいと思います。まずデータその1、阪神牝馬ステークス組ということで、こちらの表が過去10年の、ビクトリアマイル過去10年のビクトリアマイルの、1着から3着馬の成績と前走と前走の着順が書いてあるデータになるんですけど、黄色くなってるところが阪神牝馬ステークスの出走馬です。でビクトリアマイルのローテーションで一番成績がいいのが阪神牝馬ステークス組になっています。で過去11回開催されたビクトリアマイルで8回馬券に絡んでいます。阪神牝馬ステークスが 1400m から 1600m に距離が伸びた去年は2頭、ストレートガールとミッキークイーンの2頭が馬券に絡んだので、距離延長によって、より傾向が強まったと思います。で今年も阪神牝馬ステークスからミッキークイーンなどの有力馬が出走しますが、注目のポイントは、大敗した馬の巻き返しが多いところです。で去年のストレートガールや2014年のビルシーナ、2013年のホエールキャプチャーなど重賞、特に G1 で実績のあった馬が巻き返すことが多いので、今年はエリザベス女王杯を勝ったクイーンズリングや桜花賞3着のアット・ザ・シーサイドの巻き返しに注意しましょう。で次のデータがボバ混合 G1 実績ということで、こちらのデータとボバ混合 G1 で実績のあった馬が強いです。今年はスプリンターズステークス3着のソルベイグと高松の宮記念2着のレッツゴードンキが出走します。2008年のウォッカ以外は4歳以降のボバ混合 G1 で馬券内に来た馬なので、金量の恩恵が最大限にある3歳児の G1 でしか馬券内に来ていないソルベイグは、少し割り引いてもいいかもしれません。で、次のデータが2016年ビクトリアマイル組ということで、こちらのデータとこれが去年のビクトリアマイル組が牝馬限定重賞で猛威を振るっています。で去年のビクトリアマイル以降で牝馬限定重賞は10レース行われて、うち8レースで馬券に絡んでいて7勝しています。で今回も1着候補は2016年のビクトリアマイル組を、最上位に考えた方が良さそうです。で今年出走の去年のビクトリアマイル組はミッキークイーン、スマートレイヤー、ルージュバック、浮世の風、クイーンズリング、レッツゴードンキの6頭になります。なので、この6頭のどれかを、1着候補として見るのが良さそうです。で最後に新しいデータを紹介したいと思います。前走ボバ混合重賞出走馬ということで、こちらのデータ、過去に開催されたビクトリアマイルで前走ボバ混合重賞組が絡まなかったのは2012年の一度だけになっています。で、2006年から、ここは2頭で、2007年も2頭、2008年は、ウォッカ1頭、2009年はウォッカ1頭、
2010年ブエナビスタ1頭、2011年はアパパネとブエナビスタで2頭、2013年ビルシーナ1頭、2014年は2着3着で名称マンボとストレートガール、2015年は1頭ストレートガール、2016年は1頭湘南パンドラが、まあ、絡んでいて、2012年以外は、まあ、ずっと絡んでいます。で、今年はですね、京都記念の2着だったスマートレイヤー、高松の宮記念2着のレッツゴードンキー、高松の宮記念9着のスルベーグで、金古賞8着のルージュバックの4頭がここに該当する馬となっています。で、ここからまとめに入りたいと思います。本命は11番のミッキークイーンにしたいと思います。全部で13戦して馬券外に飛んだのは牡馬混合 G1 のジャパンカップと有馬記念の2回のみになります。牝馬限定戦なら必ず馬券内に来てくれる安定感があるので、まあ、勝ち切れるかどうかっていうのは分かりませんが、軸には最適です。重馬場で解消した前走の反動を心配してたんですけど、調教も多くできていて馬体重も増えているので問題ないでしょう。で、最近は追い込みではなく中段から刺す競馬ができているので、ペースによって差し損ねて4着以下の可能性、4着以下の心配もなさそうです。で、2番手に挙げたいのが2番のスマートレイヤー。ここ2戦は長い距離を使っているけど、8勝のうち4勝は 1600m で、10勝の3勝は全て 1600m 以下のレースです。去年のビクトリアマイルはカフェブリリアントに絡まれてしまって先行馬が不利な流れになってしまいました。それでも4着に粘ったので、あれがなければ勝っていたかもしれません。今年は先行馬の出走は少なく、スマートレイヤーが逃げる可能性もあります。今年はかなり有利な展開で競馬ができるので、ミッキークイーンの最大のライバルになりそうです。で、3番手に挙げたいのが8番のクイーンズリング。前走は休み明けで筋量も56キロでした。15着は負けすぎなんですけど、過去のデータからも巻き返しは十分にありえそうです。休み明け2走目は1-2-0-0という成績で、秋華賞2着やエリザベス女王杯を勝った時も休み明け2走目でした。で、あとは4番のソルベイグと3番のジュールポレールの先行性にも期待したいです。ということで、買い目なんですけど、買い目は3連単のフォーメーションで、1列目にミッキークイーン、11番のミッキークイーンで、2列目に2番のスマートレイヤーと8番のクイーンズリングで、3列目に2番のスマートレイヤー、3番のジュールポレール、4番のソルベイグと8番のクイーンズリングという買い目の6点の1着と2着を入れ替えた馬券、1着に2番のスマートレイヤーと8番のクイーンズリングにして、2列目が11番ミッキークイーンという、で3列目は同じの計12点を3連単のフォーメーションで上げます。で、もう一つ3連複の買い目で、3連複は若干相手を広げた買い目で、アットザシーサイドとルージュバックとレッツゴードンキも加えます。なので3連複のフォーメーションで、1列目に11番のミッキークイーンで、2列目が2番のスマートレイヤー、8番のクイーンズリングで、3列目が1番のアットザシーサイド、2番のスマートレイヤー、3番のジュールポレール、4番のソルベイグ
7番のルージュバック、8番のクイーンズリングに14番のレッツゴードンキというフォーメーションが、まあ、計11点かなになるので、まあ、その3連単のフォーメーションと3連複のフォーメーションを買い目で上げておきます。また当日ドババば当日の傾向や、馬体重の増減、パドックの状態などを見て絞った買い目、まあ、馬連、馬単などをブログの方に上げたいと思っておりますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2017年ビクトリアマイルの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。